大きい声だったりとか大きい音だったらすごいなんか気になります。車の音が怖い。服の布地がチクチクして我慢できない。あらゆるものに敏感に反応してしまう子ども、 HSC。 現代社会では実に5人に1人が生まれつき敏感な気質を持つといわれ、書店でもコーナーが設けられるなど今関心が高まっています。とても敏感であるがゆえに、周囲からなかなか理解されにくい、その孤独感をどうにかして緩和する。敏感ゆえに生きづらい、そんな悩みに寄り添う取り組みが県内でも始まっています。金沢市内の高校1年生 A 子さん、中学2年の冬から学校に通えなくなりました。理由はクラスメートの輪にうまく入れなかったこと。なんか私が話した時に友達の反応がちょっといまいちやった、いまいちやった時になんか私変なこと言ったなっていう、まあ、すごい考えます。他にも学校で気になることが、私の学校にすごい声がでかい先生がいるんですけど、その先生はすごい苦手でなんか怒られてるみたいな感じになる。今彼女を支えているのは家庭教師の工藤拓也さん。誰もが経験するような日常の出来事に人一倍敏感に反応し生きづらさを感じる。工藤さんは不登校の子どもたちに接する中で敏感な気質を持つ子どもがたくさんいることに気づきました。甘えているだとか忍耐が足りないだとかっていうふうにどうしても言われがちになってしまいます。そうなると自分はどうせ価値がない人間なんだだとか、生きていても仕方がないっていうふうに思う方も中にいらっしゃいます。なぜこれほど敏感になるのか。理由の一つは脳の一部が普通の人よりも活発に働き、たくさんの情報をより深く処理しているためだと考えられています。このため大勢の生徒がいる教室にいるだけで多くの情報を受け取り疲れを感じてしまうのです。それだけではありません。例えば友達が怒られているのを見て自分のことのように落ち込んでしまうなど、他人の感情をすぐに察知するのも特徴です。実は工藤さん自身も10代の頃敏感さに悩んだ一人。週2回人目に対してすごく敏感でしたね。悩みを打ち明けたりだとか相談したりする相手がいなかったんですね。自身の経験から A 子さんに向き合います。敏感でいい面って何かありますかね。物を探しやすい。物をなんか結構、うん、覚えてるから。それはなんかやっぱ自分のことをなんだろう、肯定できてるんですかね、そういう自分のことを。 今の自分で OK っていう感じ。うん、そうかそうか。生徒を肯定し共感する、それを続けることで A 子さんは前向きに考えるようになりました。工藤先生だったりとかすごいいろんな人と話してて、学校よりも大切なものってすごいあるなって思ったんで、社会に出た時に通用する人になりたいなと思ってます。
工藤さんは来月新たな居場所をオープンさせます。敏感な子どもが安心して通えるようマンションの一室を区切って自習席を6つ閉じてしまうと、完全に本当に囲われてしまうので、これで本当にこう安心して過ごせるということになります。いわゆる図書館の自習室のようなイメージなんですけども、まあ、ここに座って、まあ、時間を過ごすことができるようになっています。読書でもインターネットでも活動は自由。ここに通うことで外に一歩踏み出す体力をつけてもらうのが狙いです。自分と同じような人が他にもいるんだなとか、自分だけじゃないんだっていう、そんな気持ちを孤独感を感じる方に、まあ、感じてもらえたらいいなと思います。そして体力をつける、精神的な力をつける、でいずれはここを通って近い将来の、自立に向けて次のステップに行っていただきたいと考えてます。君は孤独じゃない。手作りの居場所には工藤さんのメッセージが込められています。